すぐに朝の車が動き出す。ほんの 30分で流れはガラリと変わる。常識外れの時間帯の終わりだ。あと 30分。残されたトライは一度きり。火災からワンガンベイブリッジまで 33キロ。最後のワンガントライだ。 120キロオーバーへ。 距離にして約1キロ、280から一気に320キロへの加速。3車線、2つを塞ぐトラック、クリアできるのは1台きり。 ここからの加速が本当の速さ。 一番速い1台だけがクリアできる。 誰が一番速いんだ。 7000回転、いつも通り、メーター読みで320キロ。こっちは間違いなく最高のコンディションなのに、無理だ。もうこれ以上は意味がない。完全に蘇った悪魔の Z。